逃がさん。捕らえたぞ。赤い、そろそろ終わりにしてやろう。行くぞ。甘いわ。私は何としても生き残る。皆さんおはようございます、キスケです。ということで、新しく破壊神トッポが実装されるということで、ちょっと見ていきましょうかね。昨日ねヒントツイートありましたよね。なんか積み木、積み木の画像で、まあ破壊神トッポなんじゃないかって結構言われとったけど、まあこの胸のマークが積み木でしたねということで破壊神トッポ、まあ見事実装決定ということになります。破壊神トッポ参戦予定と、場に出た時自身の気力を20回復、手札が3枚以下の場合カードをランダムに1枚ドロー、敵全体に天気カウント2カウント付与、発動回数4回、圧倒的な射撃火力と驚異的な防御力を、合わせ持つ、特定の相手を狙い撃つアタッカーだということで、何タイプなんだ、防御タイプなのか、どっちなんだこれ。アタッカーって書いてるし、驚異的な防御力って書いてるし、ただね、まあ、書いてることは、多分めちゃくちゃ強いと思います。何よりこの場に出るだけで多分2カウント付与でしょ。待機カウントを。だからまあ、不死身キャラが出てくる前に、ライジングラッシュを、まあ、特定のキャラクターに当てることができる。まあだからこの特定の相手を狙い撃つアタッカーだっていうのは、この待機カウント2カウント付与を、まあ、示唆してるとは思うんですけど、4回使えるからね。多分それだけでめちゃくちゃ需要のあるキャラクターなんじゃないかなと思います。で、まあアーツドローもあるし、で、射撃タイプということで、多分、キラベジとセットで使えるっていう、まあ、ことっちゃことだと思うんですよね。個人的には。まあだからその辺も兼ね備えて、だいぶ強いキャラクターになってるんじゃないかなとは思いますね。で、まあ映像を見る限りだと、そうね、射撃アーマーとかも特になさそうですね。ただ、究極アーツには、あれ？ああ、見えないな。めちゃくちゃ至近距離やからちょっと見えないですね。この必殺アーツ俺結構好きなんだよな。ピーンって親指で弾くやつ、まあなかなか強いキャラクターなんじゃないかなと。ただまあその色が若干気になるかな。何色で出てくるんでしょうかね。まあ破壊神トッポっていうことで、多分まあ髪の毛パーティー、ライバル宇宙パーティー、宇宙サバイバル編パーティー、まあどれかで使えるとは思うんですけど、まあ黄色はまずないとして、まあ他の4色、まあ何色になるかっていうのは結構気になるところではありますよね。キラベジの振り属性、紫で実装する可能性も十分あるし、まあ他の色っていう可能性もあるのかなっていう、感じなのかな。はい。じゃあお次、もう一体、実装が決定してるので、そちらの映像をちょっと見ていきましょう。全宇宙で最強です。はい、ということでスーパーサイヤ人2カリフラ&ケール、参戦予定ということで、まあこれはね V ジャンプでの先に情報が出とったと、まあ、どっちかというと、あ、次カリフラケールでその相方、もう一体の新キャラは何だったんだっていう感じの
まあ、話題にはなってましたよね。うん、で能力が、自身の射撃圧ヒット時、敵の打撃圧のコストを50アップ特殊圧で自身の気力を回復、バニシングゲージを回復、発動回数3回、必殺圧をドロー、発動回数1回、活躍の場面を選ばないキャラクターだということで、まあ、なんか情報によるとイエロー属性らしい。うん、だからキラベジに引き続きまた黄色なのかっていう感じではあるんやけど、まあ、黄色らしいですね。でまあ今までの、タッグキャラクターって、まあ、パッとしないキャラクターが多かったんですよね。ブロリー&チライ、1号&2号、トランクス&マイ。まあトランクス&マイはまあまあまあ戦えるなっていう性能はしてるんですけど、まあ決してぶっ壊れキャラクターではなかったんですよ。まあそのタッグキャラクター初のぶっ壊れキャラクターになるかもしれないよね。うん、でもこの特殊アーツだけでバニシングゲージ回復、必殺ドロー、で気力回復でしょう。もうなかなかモリモリの性能ではありますよね。で多分バニシングゲージ回復ってまあ発動回数3回なんで、多分リミテッドの魔人ブーンみたいに何パーセント回復してみたいな感じだとは思います。さすがにマックスじゃないよね。満タンになることはないよね多分ね。それだと多分強すぎると思うん で、あとはこの相手の打撃圧のコストが50アップ、まあ、この辺がどうやって機能するのかっていうところが、まあ、若干気になるかなとは思うんですけど、まあ弱くはないのかな、どうなんでしょうかね。で一応必殺アーツにも射撃アーマーついてそうなんですよね。はい、ついてますね。うん、必殺アーツに射撃アーマーがついてて、究極アーツにも射撃アーマーがついてると。でまあめちゃくちゃ可愛らしいですよね。もうすごくいいキャラクターだと思います。普通に来るね。うん、何がとは言わないけど、はい。ということで、まあ活躍できるならガールズパーティーもしくは、宇宙サバイバル編、ライバル宇宙、まあその3択あたりになってくるのかなとは思うんですけど、まあ黄色っていう噂を聞いてるんで、なんか V ジャンプにも乗ってたみたいな色が、ほんまかどうかは知らんけど、まあ、だからシャンパの代わりとか。ライバル宇宙だと、ガールズだと覚醒18号の代わりとかで、宇宙サバイバル編だと、まあ、17号とかキラベジとかいるんで、まあさすがに宇宙サバイバル編には入らないのかなっていう、うん、感じではあるかな。だからまあ宇宙サバイバル編じゃないわ、ライバル宇宙パーティーでまあ活躍してくれるかもしれないよね。はい、まあ、個人的に気になるのはやっぱり破壊神トッポ、そっちの方が個人的にはすごく気になりますまあ圧倒的な防御力もあり、射撃の火力もあり、やっぱカウント不要だから、多分感覚的には、変身チビトランクスみたいな感覚で使えると思うし、まあ、変身チビトランクスに関してはちょっとね若干肩落ちしてる感はあるんですけど、まあそれが最新キャラとして来ると、まあなんとかして運営は復活キャラクターをどうにかしようみたいな、うん、感じが取って見れるので、まあカウント付与して、まあ、落とし切ってくださいねみたいな、復活キャラ以外に当ててくださいねみたいな形だと思います。はい、まあ、これでまたより髪の毛パーティーが強くなったり、ライバル宇宙パーティー宇宙サバイバル編が強くなったりと、うん、まあ楽しみではあるんやけど、いやこっちでよくねみたいなキャラクターにならないことをちょっと個人的には、うん、祈っております。はい、結局なんか髪の毛パーティー破壊神トップが赤色だったとして、いや阪神崩壊サマスでよくねみたいな感じにちょっとならないように、まあ色はちょっとねちゃんと決めてほしいところではありますよね。ただこれってさ、いつ今日水曜土平日の朝っぱらからおはようございますっていう感じなんですけど、今日の15時に来るのかな、
まあその辺もちょっと、うん、まあ来たらガシャ動画あげるんで、よければ今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、Twitter のリンクが概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。